はい、おはようございます。原田農園です。6月23日の、日曜日です。今日はですね、先日、アーチパイプというかトンネル支柱ですね。こちら、トンネル支柱を、全て立てたんですが、ビニールテープですね。こちらの、スズランテープのシルバー、こちらがちょっと在庫がなくてですね、テープを貼っていなかったんですが、今日はですね、テープが来ましたんで、こちらナスの補助をすべてにですね、テープの方を、誘引するためにですね、テープの方貼っていこうと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今からですね、テープの方を貼っていくんですが、こちら見てもらったら分かるんですけど、完成形はですね、こちら下に、ピンで引っ張っておいてですね、この斜めの、トンネル支柱をで、そこから4本ですね、スズランテープを、貼っていきます。で、貼っていく途中にですね、この支柱のところでは1回、ちょっと回転させてですね、結び目を作ってですね、ずり落ちないようにしてですね、柱の反対側までずっとですね、貼っていきます。で、こちらはまだ全然何もやってない状態ですね。だから今から、こちらの、引っ張るテープはつけてるんですけど、向こうまでですね、ずっと誘引テープはまだ貼っておりませんので、今からですね、こちらの方を貼っていきたいと思います。はい、それではやっていきます。はい、ここでちょっと一つ紹介しておきたいことがあるんですが、私の動画を見てですね、こちらソーラーパルサー E とか、白銅灌水システムを、導入された方、まあ、あのソーラーつけてなくても、手動灌水でタンクに、水を貯めてですね、灌水されている方、おられると思うんですけど、紹介してる中にですね、LP コートとかエコロングですね、今、こちら、先日の動画で、つけてますっていうのをちょっと紹介したと思うんですけど、こちらの LP コートがちょっと記憶が定かでもないんですが、20度から25度という、水温になった時にですね、溶け出すようになっていましてですね、最近昼間は結構暑いんですけど、朝晩ですね、朝晩の気温がかなり低くなって、夜温が低すぎてですね、まあ、ナスとかピーマンの成長も悪いんですが、もちろんですね、このタンクに溜まってる水も今手をつけたらかなり冷たい状態になってます。この冷たい状態だと追肥自体のですね、肥料が溶け出していくのがちょっと弱いような気がします、最近。ということでですね、今日は、もう無理やり送り込んでやろうということで、リュウアンを今ホームセンターに行って、買ってきましたんで、まあ植え付けてる本数にもよると思うんですけど、とりあえずうちは、350本程度植えておりますので、こちらの20キロの、リュウアンをですね、半分、もう10キロほどざーっと、まあおおよそですけど、今10キロ入りました。で、こうやって水に入れてやることによってですね、もう強制的に、溶けてですね、灌水と同時に水がいきますので、これで、追肥がちょっと溶け出してないっていうところの、対策としてですね、直接もうリュウアンを今入れてやりました。で、これで、灌水と同時にですね、リュウアンが、窒素がですね、流れていきますので、これでまた著しくですね、ナスの方が成長していくと思います。はい、ということで、今日ですね、白銅灌水のちょっと追肥の、紹介でした。で、まあ、早めにですね、マグ欠になってはいけないので、葉面マグなどを、投入してですね、対策の方を取っていきたいと思います。はい、それでは、追肥の紹介は以上です。はい、それではですね、テープの方をやっていきたいと思います。一応、まあ必要なものはハサミと
こちらスズランテープですね、こちらを用意してもらってスタートします。はい、最初なんですけど、まあ、あの1はここ蝶結びですね、まあ、こう引っ張ったらほどけるように、してですね、こう蝶結びして、これではほどけてしまうので、もう一回この輪っかに通してですね、ギュッと、これでもうほどけませんので、これであちらに引っ張っていくんですが、とりあえずですね、ここの支柱に来たら、一回ぐるっと回して、これですね、これでもう横にはずれないような状態になってますんで、この方法でずっと反対側まで行きます。はい、それではやっていきます。今朝から鶏がうるさいんですよねと思って、はい、こんにちは、失礼、お邪魔します。昨日撮影して卵が全然生まれないという紹介を、まだまだですねっていう紹介をしたんですが、今朝見てください、これ卵生まれてます。1個、何がなさそうだから1個だな、1個生まれてます。はい、初祝卵ですね。他のこの三卵箱みたいなのを作ってるんですけど、全然入ってる形跡はあるんですけど、全然生まれてないです。はい、こちら卵、産みたて新鮮卵1つゲットしました。誰が産んだのか、君か。わお。はーい、また今朝から徐々に卵が生まれていく予定です。はーい、ピューちゃんよく頑張りました。ちなみにこれはキュウリの葉っぱを餌でやってるんですけど、ほとんど食べておりません。キュウリは実じゃないと美味しくないのかな。はーい、卵が生まれたという紹介でした。はい、昼からはですね、こちらピーマンの、剪定の方を行っております。もう実がかなり、たくさんつき始めております。はい、こちらですね、ピーマンの剪定方法なんですが、至って簡単でですね、一番最初に、実がついた一番なりの、ところがこれですね、このヨット出ているところに
一番最初に実がつきました。これよりですね、下を全部ですね刈り取ってやります。それがですね初期の、剪定方法になります。これはですね今2本、V の字で2本になっておりますので、このままですね、2本が4本になるという感じで、4本仕立てに、勝手になっていきます。中にはですね2本が3本になっているところもあります。まあ、こちらもですね、こちらが1番なりの実を収穫したところですね。それより下は全部刈り取ってあります。最初はまあ葉っぱも残しておくんですが、もうこれぐらい大きくなってくると下の葉っぱもですね、全部刈り取ってあってですね、ちょっとフラミンゴみたいな、こう足がピュッと長い感じで、足回りを、涼しくしてやります。でまだ何もしてない、木はですねこのような感じで下もボサボサで風通しが悪い感じです。それをですね少しずつ、下葉を刈いで剪定作業を行っております。はい、こちらはですね、これが1番なりなんですが、1番なりですね、そこから1、2、3本出てます。3本ですね、3本出てるものはもうそのまま3本ですね、伸ばしてやります。あとはですね、栽培でこのビニールを早くこう突き抜けてくれればですね、誘引をしなくても、このビニールに引っかかってですね倒れることがなくなります。はい、このような感じですね。はい、こちらもちょっと見てみましょう。はい、ここが、1番なりの、実がついてたところですね、収穫したところです。それより下全部を刈り取ってやって、ここ V の字ですね、 V の字で、その上から3本とか2本で分かれて出ますんで、またそのまま大きく育てていきます。はい、ピーマンのですね、剪定方法、初期の剪定方法ですね、このような感じで、徐々にですね、剪定の方していきます。今ですね、1番2番3番4番5番6番目の花が、咲いてますね。1、2、3、4、5番目、6番目の花が咲いてます。はい、そのような感じですね、徐々に今の方はもう実がガンガンついてですね、1日に今コンテナ1つぐらいですかねは、取れてます。こちら3列ほど、促成栽培した方なんで結構木は大きいんですけど、こちらですね、こちらあと10列ぐらいはですね、促成栽培なしで、普通に5月15日露地で植えた、ものになります。はい、2番なりのピーマンがかなり大きくなってますね。はい、こちらピーマンの、補充の様子です。まだですね、支柱の方がちょっと、立ててなくてビニールも張ってませんので、ちょっと今から、支柱立てと、ビニールの誘引紐の張る作業を、午前中ナスと同じようにやっていきたいと思います。
はい、今ですねもう8時になろうかと、夜のですね8時になろうかとしておりますが、ライオンハウスのですね、手前のこちら、この間、トラクターで後期作業したところですね、スーパーベジマスターでまた、成分解マルチをですね、畝を立てながらマルチをかけていきました。こちらはですねサニーレタスを定食できればと思っております。あちらですね、キャベツを2列植えて、こちらの手前ですね、サニーレタスを定食していきたいと思います。水曜日からですね雨が降るということなので火曜日の夕方ですね定食できればと思っております。はい、今日の作業は以上です。お疲れ様でした。